はい、皆さんこんにちは、フラワーティスシンです。今日はですね、ちょっとこう皆様が勘違いというか誤解されていることがあるのでお伝えしようと思います。今日実は、まあ、よくあるんですけれども、滋賀の方からわざわざ遠くからねご来店してくださったお客様がいらっしゃいました。で、まあ、僕にね、あえてすごく良かったって言ってくださってすごく嬉しかったんですけれども、でもちろんね、こう花束もご要望通りお作りしました。なんかね、お店にいないと思ってる方が多いんです。基本的に僕はね、お店にいます。ただ、まあ、装飾とか、あとはデモンストレーションとか、まあ、そういうのももちろんありますから、出てることももちろんあるんですけれども、ただ基本的に装飾に関してはだいたい施工は夜中とか夜にしていただいてますし、まあ、デモンストレーションなんかはね、どうしても昼間からやることが多いんですけれども、それ以外はね、お店にいます。そしてもちろん普通のお花屋さんで買うように花束も作りますし、アレンジも作りますし、もちろんこうウェディングの装飾もしますし、ウェディングブーケも作ります。その作るものに関しては多分誰よりも素敵に作れます。なので、ぜひいらしてください。ただまあ本当にたまたま出ちゃってることとかもあるかもしれないので、まあ、事前にこうアポをね取っていた、お店の方に取っていただければ、確実にいる時間とかをつかめるかもしれませんので、そして全然普通にこう花束とかアレンジとか、さっきも言いましたけどウェディングの装飾とか、もちろんこうお供えの花とかお供えのアレンジとか、全部全般に全部作れますから、じゃんじゃん言ってください。映像の先にいるだけの人ではありません。実物にいます。実際にいます。だからぜひご来店ください。うちのお店ね、自慢じゃないんですけど、結構こう枝物もいっぱいあって、天井も吹き抜け8メーターで、すごいね、多分来ていただければ気持ちのいい空間なので、もう横浜の方に出した時にはぜひね寄っていただければと思います。今日はちょっとね、まあ、わざわざ本当に遠くからいらっしゃる方多いんですけれども、なんかずっと躊躇されてていらしたなんていう方も多いので、もう躊躇されることなくいらしてくださいっていうということをお伝えしたかったんです。ではまた次はね、アレンジメントとか花束とかもをお伝えしようと思います。今日は僕から皆様へのビデオレターでした。ではぜひご来店ください。